皆さんこんにちは、こんばんは。ココロリンクゲーマーズのベイ君です。よろしくお願いいたします。さあ、クローズコラボガチャやってまいりました。5回引かせていただきます。よろしくお願いいたします。で、一応ね、出るキャラクター見ておきましょう。全員進化するみたいなんで、進化後の姿から見ていきましょう。ちょっと僕ね、クローズわかんないんですけども、全体的にそこまでめちゃめちゃ強いってわけじゃないんですけども、どこかのサブでこの子いいなっていう感じのね、キャラクターが結構多い気がするので、ぜひ欲しいですね。この子もヒドロップ少し落ちやすくなるっていうスキル持ってるんで、かなりいいですね。あと、なんとかキラーを大体持ってるので、こんな感じで、これ悪魔キラーで、ドラゴンキラーですね。で、この子も、ランダムで人回復を4つずつ作るっていう、なかなかいいね。で、この子ですね。古川くん。この子、敵全体に5万の固定ダメージで、さらに、威嚇ですね。一旦威嚇ですね。ちょっと10ターンでちょっと重いんですけども、まあ、ポチポチしたい時にこの子使えそうなんでね。しかもスキブ3つ持ってるから、これは間違いなくそういうようやと思うので、この子は欲しいですね。便利なので。で、こんな感じで闇ドロで、これ一番欲しいのは僕この子が欲しいと思ってます。リーダーでも使えそうなんですよね。6コンボ以上で攻撃力が 4.5 倍で、光ドロップが落ちやすくなるスキルを持ってるので、リーダーとフレンドでもし組めたら、ループっぽい、ループになるんかな、ループになると思いますので、この子は、リーダーとして使いたい。で、あとはね、サブで使いそう。この子もね、実質、操作延長が2つ持ってるようなスキルをついてて、で、この子がね、謎。光をお邪魔に変化っていうのが謎。回復を闇に変化。で、この子はエンハンスですね。2ターン体力とか攻撃タイプがエンハンス。で、この子が3ターンバランスタイプ 1.5 倍という感じで。で、ヘイスト持ち。で、村田十三くんも闇ドロップが少し落ちやすくなるという感じで、こう、ドロップ落ちやすくなる系がいい感じですね。で、こいつね、アンドロイドの方は絶対この子ゲットしといた方がいいんじゃないかと思うんですけども、シリアルコード、チャンピオン買ってシリアルコード入力でこの子もらえてめっちゃ強いですね。5ターン火と光が落ちやすくなるって相当強いと思うのでね、椿やったっけな、椿とかで使えそうですけども、とりあえずお待たせしました。ガチャ5回、参りましょう。クローズコラボガチャ、いけかっけえな。めちゃめちゃヤンキーやん。どうしたお前。目覚めちゃったか、そっちに。では1回目参りましょう。おらっ、よし、いきなりき、いきなりき、こい。おお、お前は誰やったっけ、お前誰やったっけ、お前なんか闇4個ぐらい作るやつやったっけ。オッケーオッケーオッケー、お前闇4個ずつ作るやつやれ。よし、いいぞいいぞいいぞ。でも金出やすい。2回目いきましょう。金出やすいかもしれんぞ。こい。よい、まあ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 、こいつあれやったっけ、バランス 1.5 倍やったっけ。あ、こいつ5ターン5ターン、これ操作延長持ってるようなもんね。2ターン今今日から、とりあえず3回目いきましょう。金来いよ、金来いよ、金金お前かいお前かい、お前ループとしても使えへんねん。ずっとだってお前操作延長してくれんやろ。お前そんないらんわ。さあ3回目いきましょうか。4回目か、4回目や。早っ、ゴー、キン君何やったっけ、君何やったっけ。十三さん、あ、闇ドロップが2ターン落ちやすくなるやつで、まあまあよしとしよう、まあまあよしとしよう。さあラスト、あっという間のラストですけども、ラストはね、恒例のね、助っ人さんお呼びいたしてますんで、少々お待ちください皆さん。ででででーんスヌーピーがなんと引いてくれます。ガチャを引くという素晴らしい動画をね、皆さんに紹介しますので、ちょっと待って、ちょっと持てへん持てへん、すぐちょっと頑張って持ってもらって、はい、持ってる感ありますね、持ってる感ありますね。ではラスト5回目いきましょう。金頼む、よっしゃお前かいマジか何したん俺何したん。魔法石25個使って何したんっていう動画でございましたさあ入手状に見ましょうかと、こんな感じでございます。まあ、金一応引けたから、よしでしょうか。んー、ドロップを、闇ドロップを4個生成なんで、4つ消しが、確実にできますよということで。まあまあ、よしとしましょう。まあまあ、よしとしましょう。で、進化したらこいつなんとかキラーつくんやったっけ、なんとかキラーつくタイプやったっけ。あ、マシンキラーは新しいから、まあ、いっか。ね。
これね確か3倍とかなるから、2体攻撃持って、あ2体攻撃持ってるやん、しかも持ってて、しかもなんか3倍とかなるんで、なんか覚醒スキル少ないけどまあまあかなり強いという部類に入ると思いますので、育てていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。リンクを下の概要欄ところに貼っておきますので、ぜひぜひ皆さんフォローよろしくお願いいたします。ではこんな感じで終わりましょうか。なんかあったっけ言うこと。あ、そうそう、あとね、生放送の動画では言ったんですけど、ちょっとこれだけ報告させてください。すいません、ちょっとこれだけ報告させてください。ボルメテウススキル割りね、なんとか最終日、みんな、あのね、マルチプレイで皆さんと遊ばせてもらって、で、その時に落ちたね、スキル上げ素材で、なんとかスキルレベルマックスになりましたんで、ご報告とさせていただきます。では、終わりましょうか。よいしょ。いや、こいつなんかこの、なんかヤンス系なんで、こいつ可愛いからこれでいきましょう。次回もお楽しみに、ココロリンクゲームズのビッグでした。バイバーイ。